これからパーソンズ、明日へ挑戦する広島のこれからパーソン。今日は山根恵里奈。生もみじあるじゃないですか、最近あれが大好きです。甘いもの大好きです。すぐ太っちゃう千葉県習志野市に練習グラウンドを持つなでしこリーグ、ジェフユナイテッドレディース。今年からこのチームに加わったのが山根恵里奈、21歳。身長は187センチ、大型ゴールキーパーだ。点を入れられるか入れられないかで試合が変わっちゃうので、入れられなければ絶対負けることはないっていうところがすごい重要なポジションだと思います。山根は広島市の出身。小学校3年からサッカーを始めた。恵まれた体格と抜群の運動神経を武器に17歳で年代別日本代表、19歳でなでしこジャパンにも選ばれた。順風満帆のサッカー人生。しかし20歳を前に怪我に悩まされる。去年1年間はピッチに立つことさえできなかった。去年ちょっと1年間離れて、で本当に引退をするつもりだったんですけど、頭をもたげた弱気の虫、それを封じ込めることができたのは友達の言葉。新しいチームでの復活を進めてくれた。いろんな人に助けられて支えられて戻ってきて、こんな私のことでも応援してくれる人がたくさんいるんだって思った時に、その人たちの思いは裏切れないって思ったし、で今までお世話になった方々にもちゃんと恩返しをしないといけないっていうのを感じたので、ピッチの上でもう一度輝きたい。そのための完全復活。21歳のなでしこリーグゴールキーパー山根恵里奈の一文字。最終的にはそのなでしこでオリンピックとかワールドカップに出るっていうことに、具体的な目標を挙げるとそうなるんですけど、もっとそのたくさんの人に感謝とか思いを伝えられる選手でありたい、そういう選手になれるように頑張りたいっていうのが今の一番の目標です。